津島市選挙管理委員会によりますと、昨日、津島市内の有権者に発送した衆議院長崎3区補欠選挙の投票所入場券23,826通のうちの一部に期日前投票の日程が誤って印刷されていたということです。正しい日程が今月17日からなのに対して誤った日程は2月26日からとなっていて、 受け取った市民からの指摘で誤りが発覚しましまた市の戦艦は、印刷を委託していた会社からの納品後の確認不足が原因の一つとしていて、委託会社に話を聞くなどして、詳しい原因を調べるとともに、ご記載の入場券を受け取った有権者への対応を協議しています。